武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は慶応大学の法学部の勉強について話していきたいと思います。慶応大の法学部ですが、入試の傾向そのものは大きな変化はありません。まあ、例年通りという形ですね。では各科目の勉強について話していきましょう。まずは英語ですが、時間80分ですね。で、大問が4題、出題されています。で、まあ、正誤問題、会話の偶数補充で、語彙問題、読解という形になっています。で、まあ、正誤問題に関しては、まあ、正しい場合っていうのもあると、まあ、で、結構割とそれも、ちゃんと出てくるので、まあ、要注意という形ですね。まあ、正誤問題そのものの難易度も高めですね。で、まあ、英語の長文に関して会話はそこまで長い文章ではないですね。で、空所補充形式になってますので、まあ、会話長文しっかりやっておけば対応できる難易度かなというふうには思います。まあ、ただ、根本的に文の難易度自体は割と高い形にはなってますので、会話の対策さえしていれば読めるというわけではなくて、総計レベルの長文が読めるプラス会話対策してないと読めない程度の難易度にはなっているという形ですね。はい。で、読解の第4問の方の長文は長い上に難しい、上に設問も難しいというですね、まあ、凄まじく難易度高い難易度とな問題となっています。まあ、なのでここで勝負が分かれる可能性が高いかなとは思うんですけれども、まあ、ここをいかに対応していくかという形ですね。で、まあ、まず重要なのは精読しっかりやれるようにすることで、長い文章でもしっかり読める、で、ある程度まあ、専門的なテーマとか出ても対応できるようにやっておくと。このあたりですね。なので、ポレポレ、そしてリンガメタリカあたりをやり込むのと、まあ、総計レベルの過去問なり長文をやり込んで、まあ、丁寧に読解、一問につ、非常に時間かけて丁寧にじっくり読むという練習した上で、まあ、2時間内に解き終わるように練習するということをやっておくと、いいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、第3、問の、まあ、語彙の、語の定義、する問題に関して、ですね。まあ、それを答えるという問題ですけれども、基本的にこちらに関しては、まあ、周辺情報からちゃんと読んでて、どういう意味かなっていうのが、しっかり理解できるかどうかっていう形ですね。で、このあたりに関しては、割と、まあ、慣れていないとやりづらいっていうのがあるので、まあ、辞書で言葉調べたりする練習、まあ、英辞書などですね。で、ちょっとやってみるといいかもしれません。まあ、過去問でやっていく形でもいいとは思うんですけれども、ちょっと慣れていないとやりづらいかなというふうに思います。はい、続いて、世界史、日本史、まあ、日本史世界史両方の社会ですね、になりますが、まあ、まず日本史に関しては資料問題、かなり出てきますので資料の、読み取りの練習はしっかりしておきましょう。で、用語そのものはやはりかなりマニアックな部分、から、出てきています。で、教科書用語集、ちゃんと使いこなせないといけないという形ですね。で、まあ、資料読解力つけて、あといろんなテーマ、どういう切り口で出されても答えられるようにする。で、まあ、特にテーマ集、そういう意味ではかなり学習が必要となっています。で、実力をつける100題など徹底的にやり込んで、まあ、ミスがないように仕上げておく。あとは、その、注意点としては、割とその、2016年では特に古代、原始などの範囲が結構出されてはいるんですけれども、ここの問題は割とその、年度によっての偏りはあるんですけれども、数年間単位で見ると結構前半にまんべんなく出されてたりはしますので、まあ、このあたり、どの時代が、来ても、どの時代が集中してきたとしても対応できるようにしとかなきゃいけないという形ですね。2016年度に関しては、まあ、原始古代、あたりからの、一連の流れを聞いてくることがありましたが、割とそれが、どこが重視されて出てくるかっていうのは毎年結構変わりますので、前半にちゃんと強くないときついかなという形ですね。はい、続いて世界史に関してですが、まあ、世界史に関してもですね、やはり細かい知識までちゃんと一通りちゃんと全体像を掴んでおかないといけない。で、テーマ史、現代史、文化史など、このあたりいろんな、なんていうか、総合力ちゃんと鍛えておかなきゃいけないという形ですね。で、難しい問題は本当にとことん難しい難易度出てきますので、用語集や講義系参考書や教科書など、しっかり使いこなしてないと、ただ、用語知ってるだけでは対応できないような問題がかなり出てくるというふうに考えた方がいいと思います。ただ、それと同時に、いや、これは無理だろうみたいなものを、なんというか諦めるというか、そこを捨てても合格できる、という見切りが、結構必要になるかなというふうに思います。なので、あまりにもその難易度が高いものにこだわりすぎて点数が取りこぼすってことがないように、心がけてください。はい、
で、最後に、論述力、小論文、試験に、ついてですが、こちらは小論文としては最もベーシックというか聞いてくること自体は典型的、そういう意味では慶応の経済に傾向が近いんですが、ただ文の難易度と書かなきゃいけない回答の要求レベルが、それが、上がっているというふうに考えていただけるといいかなというふうに思います。なので、文章自体が、難しい。で、それをちゃんと論述するっていう、その論述のテーマ自体が難しい。この2つ、ちゃんとそれを書き切る能力があるかどうかという形ですね。なので、まずは経済の問題などで練習をした上で、ここの過去問を徹底的にやり込むという形で、やっていくと、いいかなというふうに思います。ですね。で、対策という意味では、ここの過去問を徹底的に毎年や、何年もか古い過去問も含めて結構やっておくといいんじゃないかなというふうに思います。で、割と、法学部の問題、自体は結構その過去問の傾向も、踏襲しているものが多いので、それをやり込んでいくと。で、その時に大事なのが、その過去問1年間の、範囲だけで区切ってやるっていうよりは、複数年の、トータルの傾向をまたがって、複数年の対策できるようにしておいた方がいいって形ですね。特に社会が、先ほども言ったようにその傾向が強いところがあるんですけれども、1年間だけで、見ると偏ります。なので、最低、3年分ぐらいできれば、本当に10年分ぐらいの傾向をちゃんと抑えた上で、それに合わせた対策をするように、心がけていくといいかなというふうに思います。以上が、慶応大学の、法学部の対策となります。